ビンス・パパーリは、ペンシルベニア州チェスター出身の元、アメリカンフットボール選手。パパーリは1974年から2年間だけ、存在した、プロフットボールリーグ WFL のフィラデルフィア・ベルデに、シーズンプレイした後、NFL のフィラデルフィア・イーグルスで3シーズンプレイした。2006年に公開された映画、インビンシブル・エイーコーへのタッチダウンは、パパーリをモデルとして制作された映画である。 イングランドとイタリアからの移民である両親の間に生まれた彼は高校時代陸上競技バスケットボールアメリカンフットボールを行った高校卒業時に5フィート7インチ160ポンドと小柄だった彼はフットボールでの奨学金のオファーを受けられず陸上競技選手として聖ジョセフ・カレッジから奨学金のオファーを受けて進学 陸上競技チームのキャプテンを務めた。卒業後、パパーリは高校で教師をしながら、セミプロのアメリカンフットボールリーグでプレーしている時に、WFL のトライアウトに合格し、ワイドレシーバーとして、フィラデルフィアベルに入団した。フィラデルフィアベルでは1年目にレシーブで121ヤードを獲得、2年目は49ヤードの TD レシーブの1回のみに終わったが、スペシャルチームで、 目覚ましい活躍をしていた。その活躍がフィラデルフィア・イーグルスの目に留まり、HC、ディック・バーミールか行った個人練習に招待され、イーグルスに入団することになった。この時、パパーリは30歳であり、NFL 史上最高齢のルーキーであるとともに、キッカー以外のポジションの選手で、大学アメリカンフットボールの経験がない初めての選手となった。 イーグルスでもワイドレシーバーとスペシャルチームの選手としてプレーし3年間所属した。3年間のプロ生活で41試合に出場し2ファンブルリカバーと15ヤードのパスレシーブを1回記録した。1978年パパーリはチームメイトからの投票でスペシャルチームキャプテンに選出され、同年チームに対する数多くの献身的な行動から イーグルスのマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。1979年に肩の怪我により引退し、引退後は8年間、TV やラジオで NFL 関連のキャスターの仕事をした後、住宅ローン関係の銀行家になった。2001年、パパーリは大腸癌と診断されたが、癌を克服し、早期発見の重要性を啓発する CM に出演するなど、 ガンの定期検診のスポークスマンを務めた。ありがとうございます。